さあ、続いては今日の特集です。財政破綻した夕張市は来月いっぱいで美術館を閉鎖することを決めています。しかし館内には炭鉱労働者が描いた貴重な作品が収められていまして、今後も運営してほしいという声が高まっています。この絵は炭鉱で働いていた労働者が描いた夕張の街並みです。このような炭鉱画家の作品の多くは夕張市美術館に収蔵されています。その美術館はどれかと言いますと、市役所の隣の赤い屋根の建物です。レンガ造りで窓枠もおしゃれな美術館です。夕張には1979年に開館し、88年にこの場所に改築したということで、まだ新しいですね。館内に入りまして、まず目に飛び込んでくるのが、石炭産業が栄えていた頃の夕張を描いた絵画です。ああ懐かしいと感じる人もいれば、こんな時代があったのかと思う人もいることでしょう。その隣に入りますと、炭鉱マンとその家族を撮った写真がパネルとなって展示されています。本当に味のある表情が印象的です。この美術館は本当に広いんです。元ボーリング場だったということで173坪もあります。この敷地に夕張に住んで絵を描き続けた人を中心とした200人のおよそ1000点が収蔵されています。夕張市美術館の入館料は大人100円です。1年間の収入は20万円から30万円ですが、維持費として電気代250万円のほか、冬場は暖房費が150万円もかかってしまいます。財政破綻が報じられてから夕張を訪れる人が増え、入館者は一月に前より100人多い500人になりました。しかし抜本的な赤字の解消にはならず、夕張市は3月いっぱいでの閉鎖を決めました。ふざけんじゃないよっていう感じでしたよね。その財政の破綻でもって、この積み上げていた文化のその質っていうんですか、質量ともこうねあるんですけど、それが急に否定されるということですよね。いや皆さん素晴らしいものね、これこのやっぱりここは残してもらいたいですよ。絵画や写真、彫刻など1000点のうち500点は炭鉱労働者の作品です。1930年代から70年代にかけて、北炭夕張炭鉱には美術サークルがありました。炭鉱画家と呼ばれた労働者らは仕事の合間に絵を描いていました。そして1947年から12年間全道の炭鉱画家らと共に札幌で展覧会を開き披露していました。多い時で炭鉱画家は道内に200人もいたそうです。炭鉱絵画展の案内文にはこう書かれてあります。私たち労働者は1年の3分の1を地下で暮らします。1日の仕事を終えて、暗い湿った坑内からさんさんと日の降る地上に這い上がった時の喜びは、私たち地下生活者でなければわからないと思います。地上に出た時の喜び、光を浴びた時の喜び、すなわちそれはそのこの夕張の炭鉱画家の絵の中には、その生きるっていうこと、生きるっていうことそのものが、ね、やっぱ含まれているんですね。夕張の中学校で美術を教えていた岸康二さんは、現在市内で絵画を愛好するおよそ30人のサークル、夕張美術協会の顧問をしています。美術館の存続を求めて、全道のほか東京などからも1万1622人の署名を集め、先週高橋知事に提出しました。あれなくなっちゃったら伝えようないもんね、後世に。買ってこういう絵描きさんがいたんだなとかね、こういう作品があったんだなとかね、こういう夕張があったんだなとかね。財政再建のためには歴史が詰まった文化的施設をバッサリと切り捨てることもやむを得ないのか、後藤市長の本音を聞いてみました。後藤市長すいません。
夕張市美術館が3月いっぱいで閉鎖となり、電気が止まってしまえば、夏には作品にカビが発生し、冬は凍結することが予想されます。作品を良好な状態にするには、部屋の温度は22度、湿度は 55% から 60% に保たなければなりません。1988年にグラフィックデザイナーから夕張市美術館の館長に転職した植木一正さんは、4月以降は館長ではなくなり市の職員になりますが、1000点の作品を電気が止まった美術館の倉庫に眠らせてしまうことに不安を感じています。私なんかがやっぱり定期的にね、週に何回かはきちっとこう守衛さんのように見回るみたいなね、そうすることでこの置いてある作品のね状態も分かりますしね。4月以降、美術館や財産ともいえる多数の作品を後藤市長は本気で捨ててしまおうと思っているのでしょうか。直撃しました。後藤市長すいません、できれば存続して運営経営したいんですけどね、かかる事態になって、美術館の今まで通りの運営経営というのは難しい状況になってますので、しかし、市民の中、さらには文化団体で、存続してほしいという動きもございますのでね、そういった推移を見ながら今後どうなっていくのか見極めていきたいというふうに思います。